ってる。あれ眠られてたん？あのですメンテナンスで、あのちゃんと喋ってもらっていいですか？本当靴外す。おいそれ最低だからな。いやマジでちゃんと喋ってもらっていいですか？最低だからな。ダメですか？甘い。うん？甘い。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 甘い甘い甘くて甘いデレレ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 サポ。うるせえなこいつ。あーやばいよこれエージェントだよ。イブシャ。え？滑舌やばいやつ言った今。滑舌やばいやつ言った。変なおじさんいたね。普通にたまにスーパーとかにいるマジで関わっちゃいけないタイプの人ね。あれ。俺もスーパーのねバイトしてたことあるんだけど、あ、なんか直感でわかるよね。あ、本当に関わっちゃいけないタイプの人だって。その感じ今の。これなんか忘れちゃった。あ、ごめん何すんだこれ。うん、これ何すんだ。あ、ってな。よし。何？なんつった今。え、ハチナもう3つの助けやっちゃったよ。えらい。俺1個。頑張れさん何個？俺1個。やば、インピストだ。こいつやばい、あいつマジで。あ、よし。ギブイズのアナライトです。あはこいつ。アナライトです。わ、バカにしてる。久々ですね、アバさん。うわ、最悪こいつ。こんなこと言うよ。あれ眠られてたん？あのライトです。え、あのライトさん？ありがとうございます。はい。さよなら。全然うわ。え、誰だ？誰だ？甘い。ね、なんて、ないで、お願い、本当になんでもあんな。甘る甘くて甘る甘くて甘るやばい、びっくりした。変な人来た。びっくりした。これ多分ピリバリー中にですね、ちょっと待ってください。はいはいはい、メンテナンスで、あのちゃんと喋ってもらっていいですか？本当靴外す。おい、それ最低だからな。いやマジでちゃんと喋ってもらっていいですか？最低だからな。え、ダメですか？メンテナンス室でやられてました。そっち行ってないな僕。で、定例パーティーの前に、うん、誰かとサメとカメとヌメモンがそのあたりにいたんですけど。これエグいな。庄司さんとおサメと。え、僕いないよ。僕は最初のなんかデデデデって言いながら。そうか。うわあ、ぽいわ。この二人ぽい。その後もう。ないないない、僕はない。いや、だからその後宿泊行ってるからまずできなくて、だからそっちの方に行った人をまず洗いたいよねって話で。ちなみにあのこれ多分下から移動してるよ犯人。補給物資行って、あのバトルバスの方行ってる。はいはいはい。じゃあ誰か分かんなかったんだけど、ハテナセキュリティルームにいたの、 PD パーティーの時に。で、PD パーティー中にセキュリティールームの前を誰かが通っていって、その後ろをバナナがもう一人来てて、それがカメだった。カメが一番最後に補給物資工場から来てる、こっちに。じゃあカメ行く。いや、あの丸くんとかもう島の監視所におったから。いたけど、庄司さん後から来たよ。すんごい後から。え、だから僕ずっと宿泊にいたんよ。いや、庄司さんめっちゃ怪しい。
隠れててって感じ。いやー、小枝ちゃんはいて、アネさんも連れ違って上の方に行ったの見たの俺。ブレッジの方に走ってんだけど、庄司さんだけそっちから来たよ。後からしかも。来てない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 。ずっと宿泊にいたよ。いやー、いやいや、宿泊にいたわ、嘘じゃん。宿泊にいたわ、マジで。したい場所は隠れてたもん、僕。待って、俺、庄司さんいるわ。え、したいの場所は、メンテナンス室で。あ、入れなかった。いやー、これは。カメだと思うよ。しカメやるよ、いいな、いいな、カメやるぞ。あーほら、いやこの2人だと思ったよ。絶対そうと思ったよ。ねえマジで。はい、カメやるよ、いいな。逃げろ、お前ら。いや逃げるか、逃げれるかな、これ。庄司さんから、庄司君から逃げよ、逃げよ、逃げよ、逃げよ。お叱りを受けたので、アナライトは封印となります。逃げよ、逃げよ、逃げよ。いや、やばい、カメ来てるって。うわ、しかもこれさ、喋ると場所バレんじゃん。はてな、これどうしよう、マジで。喋ると場所バレんの？え、違う、え、バレるやん。だって声がさ、聞こえる方向に来るやん。え、でも大丈夫だって、ここで聞こえんなって、あいつ。え？え？なんで喋ってくるんだよ。あ、そういうことね。違う、聞こえねえから、お前どんどん聞こえなくなるからさ。何言ってんだ、あいつと思って。聞こえないやろ、だから。え、違う、だから。あ、やばい、来た、来た、OK。お前逃げた方がいいぞ。お前そっちやばいぞって。やべ、来てる来てる来てる。ちょっと待って、これ喋ると場所バレる。助けてみんな、みんな助けて。今喋んないでどうせ追っかけてきてる。あーまーい、やばい、逃げて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 。これ追われてるよね多分。びっくりした。え、追われてない俺。ちょ、マジで追われてない。え、どうしようどうしようどうしよう。これはね、逃げ切んないで。あー、いるわ。どうしようか、どうしようか。うわ、来てない来てない来てない。あ、来てない、まだ来てない。そう、いるよ、こいつは。正直左見てて、カメ来るかも。え、これどうする。カメいなかった。カメさん、やばいな、これカメ。いや、来てないな、オッケー。これね、びっくりマーク押さなきゃダメ。そうで、これ連携取れるから、びっくりマーク押して、死体に絶対押す、死体を絶対押す。だから俺らが気をつけなきゃいけないのはダブルキル。2人多分近くにいるから。いや、どこにいんだ、仮面。待って、やばい、気をつけて、気をつけてよ。ナイスナイスナイス。うわマジかー。今回はですね、エージェントで、鹿もやっていきたいと思いますね、小雨。うん、よし、やっていこう、小雨。お前なんか坊主、髪短いな。可愛いでしょ。ね、ほんと、ヘッドもね、なんか変な感じ。可愛いね。え、ほんと可愛い、見て、見せて。あの、背中のやつ見せて。はい。めっちゃ可愛い。いいね。あ、可愛い、ありがとうね。じゃあまた、うん、やろ、またね。またね。ね、バイバイ。しょ、バカだよな、あいつ。後ろの猿からヘッドホンから全部変だったね。なんなんあいつマジで。おかしいだろ。なんでどういうセンスしてんだろうね。まったくもう、わけわかんないって本当に。よかったな。嘘。誰だこいつ。こんにちは。ダメだよカメ、こんな人に近づいちゃダメ。こんにちは。危ない。僕もカメです、うん、僕の本名もカメって言うんです。君の存在は僕にとって。ここはどこだ。ああ、びっくりした。これはワープ前に、兵器研究所かな。二人死んどるね。早っ。おお。え、これ今どっち？ヌメモンかな？報告はヌメモンでしたね。はい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 。うん。ダブルキルだから、これ鶴の見せたらもう終わりで、
兵器研究所に俺が飛んで、補給物資工場だ、補給物資工場に飛んで、速攻で落ちた感じ。補給物資工場とは、補給物資工場でヌメモンを見つけたのか。ワープより前ね。補給物資工場、左下か。じゃあちょっと場所確認したいんで、ワープ前は小ゆちゃんから何してましたか。俺ワープ前どこ行ったっけ。どこだっけなの。宝箱入れるところあたりで。めちゃくちゃ補給物資工場やった。補給物資じゃん。うん。で、ワイホは何してたの。俺真ん中いました、ブリッジのところ。ブリッジにいて、でハテナは。ハテナループ制御場。ループ制御場で、アンナさんは？俺ちょっと覚えてねえわ、どうしよう。でもなんか、どの辺だろう、最後俺見た人いない？ないな。いやー、こよいちゃんじゃね？アマルさん、アマルさんとこいました？俺は、ソウジさんとかと最後一緒にいて、ワープして、セキュリティルームに飛んだ。じゃあ絶対アマルじゃないな。ワープ前、ワープ前。ワープ前宝箱入れとった付近に誰かいなかった？こゆちゃん。廊下にいた。いなかった。いやじゃあもうこゆちゃんだな。こゆちゃん、いやもう無理だ、もう近すぎるもん。怪しすぎる、怪しすぎる。まあ怪しいよな。確かだってそこで死んでたから、しかもオフィスとオケ武士の間で死んでたから、こゆちゃんの場所なんだよね、ワープ前にいた。違う、弾薬箱じゃないですよ。宝箱でしょ。宝箱でしょ。うん、だからそこで死んでた。そこよ。そこで死んでる。本当にすいません。インポスターですよ。どういう、またやれなかったの。誰だ。相方だ。相方に謝ってる。ってことは誰だ、あと一人。俺もこゆちゃんがやったってことでしょ。だから、はいはいはい、俺もやった。アマルさん多分白やな。俺違うよね。全然何もしてない。アマルさんと最後すれ違ってたから。うん。すれ違った。ああ、俺宿泊部屋の奥の部屋で誰かにされるの待とっかな。あいつじゃん。あいつだわ。ねえ、普通にアンナさんつ、アンナさんだわ、これ。アンナさんと思うよ、僕も。あれ、宿泊部屋あいつ行ったからさ、これ押して釣ろうぜ。まあ、見た。誰か呼んだね。びっくりした。アマルさん押した。アンナさん、わかんの、アマル、アンナさん、これ、なんで。アンナさんじゃない。いや、何、普通に宿泊部屋行こうって言ってたから、アンナさんじゃんと。宿泊部屋で殺され待ちしよっかなって言って、誰か来たらおもろいなっていう感じだったんだけど、誰か来たら殺としたんじゃなくて。全然違うね。だってアンナさんがこゆいちゃん釣ったくない。いやまあでもそれは状況証拠から釣っただけで、マモルの可能性もあるよね。うん、でもアマルの、アマルがこうやって言うんだぜ、みんな。いや、まあ俺釣ってもいいよ、じゃあ。いや、アマル君は真っ白だから、僕は無理だな。じゃあアマルがだ、釣っていいよ、じゃあ。人の、え？釣っていい。俺はアマルは違うと思ってるよ。でも、真っ白のアマルが自信満々で俺のことを怪しいって言うんだったら、俺がインポスターな気がしてきたよ。いや、この流れ、いつも。いや、でも、俺ね、でもね、いや、怖いんだけど、この流れ。でも、実際俺じゃないんだな。でも、俺、あんないですよ、やっぱ。いや、まあ、でも、泳がしていいんじゃない。うん。まあ、でも、俺釣った方が、インポスター的に、多分、面白くはなるかな。いや、でも、俺釣っていいけどね、マジで。いいよ、俺で。じゃあ俺釣られた。じゃあ、僕釣れよ。わかった。わかった、じゃあ、ソウジさんに入れよう。じゃあ、翔さんに入れよう。やめよう、誰も釣るのやめようじゃん、これは。そうね、じゃあもうスキップ入れろ、僕も。スキップね。でも、多分誰かな。これ、あまりじゃないと思うんだよね、こんな自信満々に言うってことはね。そうそうそう。でも、翔士さんだって、安内さんって言ってなかった。なんでやめたの？なんか、翔士さんも安内さんって言うから。有利だもん。有利だもん。だって、一人釣れたじゃん。ね、だから別に俺も釣られてもいいんだよ、うん、釣られなくてもいいし、別にみたいな。ああ、泳がしたいんだ。うん、はいはいはい、だから俺はされるのを目的に宿泊部屋行こうとしてたよ、ちなみに。はい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 、なるほど。俺の推理やっていこうか。誰なんだろう。俺の推理は
え、なんで庄司、え、庄司さんどういうこと、なんで釣んないの、アンダイさん。え、だって別に今勝ってんじゃん、人数差で。勝ってるから釣んないってこと。うん、そういうこと。そういうことだよ、ワイホ。なるほどです。わかったってことは、俺釣られないってことですね。よし、釣ろうぜ。よし。いや、いやいや、わかんないなぁ。庄司、庄司だってこれ喋んないで、一回さ会話聞こうぜ、みんなここで会話を聞きます。この声もなんか実際に俺この世界に入ってるみたいだわ。この声も大きい声で言うと喋る、バレるんで小さい声で頑張ります。誰かが絶対尻尾出すと思うんですよ。え、何やってんすか。いや、今ちょっと静かにして、あの、インポスターが絶対に尻尾出すじゃん、喋りながら。はいはいはい、バカみたいに喋りながら、なんとかなんとかだよなってことか。そう、それを今盗み聞きしてる。今絶対やられると思ったけど大丈夫か。怪しまれるか。うわ、怖っ。いるここに、いるここに。うわうわ最悪。しかもなんで俺なん今の。確かに。なんで俺なん今の。信じてたのに、アンダイさんが殺されてくれるって。なんだ、アンダイさん死んだって。ね、ほんとだよ。え、なんで死んだ、なんで今の俺なんだよ。アンダイ犯人じゃないのかよ。バーにしてない。ほんとに殺され待ちしてたよ、俺は。だから、全然普通に立たない。いや違う、その前にワイホットに言ってたな。そうだね、2人のやつって言ってたから。そう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 、ダメだった。いやでもアンダさんどうした。いやーマジかー。ナイスー、ナイスー、ナイスー。てかさー